皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。運極マスターギコちゃんです。ギャリコ、はい、そんな感じで、まあタイトル通りなんですけども、まあ幾度となく動画の中では触れてはいるんですけれども、まあ、9月末で下髭さんが退職という形になるんですが、つまり何が言いたいかというと、ギフトガチャを送れるのも、まあ、動画内でね、今回が本当に最後になるんだなと思って、ちょっと寂しい気持ちもやっぱりあるよね。友達としてはまだ仲がいいんで、うん、友達って言い方したけど、慣れてね、うん、ポケカだったりとか、まあ、ちょこちょこディスコードでね、今後もね、やっていこうかなと思ってはいるんですけども、まあ、うちの動画の編集だったりとかは卒業してしまう形になるので、まあ、全部ね、俺の責任ではあるんだけども、だからね、ちょっとね、本当にね、寂しいっていうのも変な話。俺の責任だからさ、うん、まあ別に犯罪じみたこととか、別に仲違いするような、喧嘩するようなことね、は一切ないんだけども、やっぱりちょっとさ、うん、俺だよな、まあ、話せないほどの内容ではないんだけどね。なんで風邪薬の袋ついてんだよ。はい。まあそんな感じで、あんまりね、そこに触れてしまうとね、大変なことになってくるんでね、話が長くなっちゃうんでね、これぐらいにしとこうかなと思うわけですけども。はい。まあ改めて9月末頃に下髭さんのお別れ動画に関しては撮ろうかなとは思っておりますので、それを最後にしようかなと思っております。はい。で、本日の18時45分ぐらいから、超究極、アイゼン、ソウスケ、やっていこうかなと思います。のでよろしくお願いします。モンスポットもしっかり、ギコちゃん、黒崎いちご使おうと思ってるんで、黒崎いちご、運極なんで、この右、2段目の一番右ね、紋章もつけて、まあ、これからちょっと厳選とかしていこうかなと思っておりますんで、はい。勝てたらそのままお手伝い配信、黒崎いちごでやろうかなと思っておりますので、参加していただける方は、黒崎いちご以外で参加していただく形になるとは思うんですけれども、まあこれが適正だったらね、はい。まあそんな感じで、ショップ行って、ガチャギフトを、シモピーに送りたいと思います。ありがとう、シモちゃん。俺ね、ここはね、あれだよ。もう全モザだから。じゃプレゼント送るよ。しもちゃん。3年間本当にありがとう。最後のギフトガチャ。構える引いてくれ。頼んだ送る。でゃあそこからどうやってつなげればいいのってなってるさ、フリーザ様のところからさ、動画の最後としてはいいけど、あの後に俺はちょっとパンチ弱すぎるよ。いつもね、編集するときに、まあ、大体ね、任せてもらってるんだけど、まあ、こういうの入れたいみたいなときとかって、直接これ使ってもらえるとみたいな感じで、ギコちゃんから送られてくるので、まあ、今回も使ったんですけども、どうでしょうか、面白く仕上がってますでしょうか。さっきね、動画で触れてたことについて、ちょっと僕も触れようかなと思います。ちょっと斜めってけど、ごめんね。そう、9月30日で、何回も言っちゃってて申し訳ないんですけども、9月30日で、いなくなります。いなくなる、まあ、卒業するという形になります。3年間お世話になったんですけども。まあ、心苦しいですが、まあ、不可抗力ありの、まあ、いろいろね、生きてるうちにあると思うので、そういうことが、まあ、積み重なっての3年間でしたね。うん、で、そうですね、9月30日で、まあそういうふうに皆さんへのご挨拶の動画を撮って、このチャンネルでは終わりっていう形になりますかね。
ギオちゃんみたいにポケガモン一緒にやったりしてるので、うん、全然普通に遊んだりとかしてるんですけど、まあ今後ね、そのなんかギオちゃんがなんかディスコードでね、なんかやるときとかっていうのは参加する可能性はあると思うんですけども、それはちょっとまだ全然未定なので、また追ってそれは、9月30日にお話しできることがあれば、お話ししたいなと思いますので、お願いします。ということでさ、今日さ、昨日さ、いつからコラボが来ないと思ってたのみたいなさ、あったじゃん、アイゼンのさ。あれ別にさ、思って、まあ別に来るんだろうなって普通に思ってたから、別に錯覚でもなんでもないんだけど、今日っていうのはね、ちょっとびっくりしたね。そう、18時45分からギオちゃんライブやるので、お願いします。僕これね、ちょっとね、今日に限ってね、ちょっとね、用事があるんだよね。で、まあ20時ぐらいにちょっと滑り込んで挑むことができればなって感じですかね。まあその時のメンツはこんな感じかな。うん。反射で、アリババとこの、室谷は枚数持ってんのかな？確か、アリババ持ってるよね。で、イチゴ持ってないんで、で、貫通で行くんだったら、ウリュウ、裏女の、あの、貴族生のぐらいかなって感じかな。まだ全然厳選、あの、反射タイプ、貫通タイプで厳選しなきゃいけないから、まだ全然終わってないんですけども、まぁ、ちょっと厳選してね、間に合えばやりたいなと思います。で、来たんですよ。ギオちゃん挽回っていうね。うん。挽回分かってんのかなって感じだけどね。ブリーチ分かんないでしょ。で、だから領域展開の時もあれ何って言った時に、あ、ブリーチで言う挽回だよって言ったら、挽回分かんないよって言って、あ、じゃああれだよ、なんか海洋圏みたいなもんだよみたいな。あ、なるほどね、みたいな。ということで行きましょうか。まあ、カマエルが出れば一番熱いんだが、まあ、カマエル、まあ、カマエル、うん。いや、本当に最後です。あ、よっしゃ。ガチャギフトの動画を見ていただいた皆様、ガチャギフト編は最後です。ありがとうございました。さよなら。お、シャーク・ホームズ。シャーク・ホームズは獣神化に行きたいっすかね。闇でのやつだったら、獣神化限定だったら、アルセーヌがまだ持ってないんだけど、アルセーヌはいつか手に入れてないと思います。ということで、18時45分からアイゼン・ソウスケ直系曲、ぜひ皆さん見に来ていただいて、ぜひ参加してください。以上、しまぴでした。なくなっちゃってごめんね。さよなら。